クイズなすりつけましょう。なすりつけましょう。チャンピオン大会、皆様お待たせしました。クイズなすりつけましょうのお時間です。超民主主義的クイズ番組、多数決で回答者を大決定。クイズが苦手なあなたでも大丈夫、わからない問題は人になすりつければいいじゃないを合言葉に、今日も優勝を目指して頑張っていただきましょう。司会は私、高いところ大好きゴンドラ江戸川でお送りします。ヒューヒュー江戸川。この無責任バトルに挑戦するのはこの方々。どうもタブヤンです。ルールの説明を聞きますか。もう知ってるよ。そろそろ参りましょう。クイズなすりつけましょう。さあ行こう、チャンピオン大会。大丈夫。クエスチョン。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者は、おっと票が割れました。トップが複数いますので、最も早かった指名が有効になります。どっち。プレイヤー4。あー負けた。正解。うっそー、答えたかったな。どんどんいきますよ。クエスチョン。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はこの方。大阪城。正解。あれ大阪城じゃないの、間違った。ラッキー小田原城で丸だったよ。おかしいでしょこのマイク。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はこの方。任天堂の何これ、リズム・ザ・天国、ドンキー・コンガ、知らんな。それでは次の問題です。問題。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はあなたです。残り3秒。審判。正解です。うわジジイ知ってるのか。次の問題に移りましょう。問題。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はあなたです。あ、世界三大美女。残り正解。やるなジジイ。ジジイ回答遅いのに早いな。参りましょう。問題。雑学。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。あーどこだったかなこれ、忘れた。今回の回答者は、いやーなすりつけられた。ヨーロッパはヨーロッパなんだけどね。ポルトガル。フランスか。それでは次の問題です。クエスチョン。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者は、あ遅かったな。あなたに決定。うー初めて出てきたなこの人。さあ次の問題。8ね。やばい最下位か。チャンピオン大会。次の問題です。クエスチョン。スポーツ。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はこの方。オリンピック、格闘技オリンピック。残り時間は IWC。 違います。聖堂会館だって。マジか。次の問題に移りましょう。難しいじゃん。コントローラーのボタンで天井 DS の本体に付属している画面を直接押したりなぞったり。今回の回答者はこの方。タッチペン。お見事。
いやー、キャプテンに戻ってきた。一人よがりですね。チャンスタイム。出た、チャンスタイム。次の問題に正解すると、正解者を指名した人にも得点が入ります。あ、そう。問題、コントローラーのボタンで回答者を選んでください。スーパーマリオカート。あー、これ、うわ、来たー。何だったかな。キノコカップ。よーし、やったー。あ、でも全員点数増えるのか。チャンスタイム。問題、コントローラーのボタンで回答者を選んでください。え、何これ、もう分からん。これ今回の回答者はあなたに決定。難しいね、この問題は。それでは次の問題で、問題の見極めよ。問題で、音楽コントローラーのボタンで回答者を選んでください。いやー、これ今回の回答者はあなたです。さあ、正解。そんなん正解するの、すごいじゃん。次の問題で、乗り物、コントローラーのボタンで回答者を選んでください。分からんわこれ。今回の評判戦は乗ったことあるけどね。プレイヤー4、回答をお願いします。驚いてる。分からないんじゃない。お見事。いや、分かるのかよ。それでは次の問題です。クエスチョン、スポーツ、コントローラーのボタンで回答者を選んでください。サッカー。今回の回答者はプレイヤー1。よし、回答をお願いします。3。正解。よし、サッカー問題は逃さない。次の問題です。おう、問題、ゲーム、コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者は、はい、あちゃちゃ、手挙げてる。わかる人ですね。残り時間がありません。残念。難しく考えすぎよったな。それでは次の問題です。全員合格じゃん。さすがチャンピオン問題、チャンピオン大会。回答者を選んでください。今回の回答者は相撲の入門試験。残り時間がありません。残念。え、何も喋ってない。あ、ボタン押してたんだ。しまった。問題、コントローラーのボタンで回答者を選んでください。総理大臣、わからんわこれ。今回の回答者は、はい、どう。わー、なんか自信ありそうだな。残念。おほほほ、間違った。よしよしよし。それでは次の問題です。おいおい、行こう行こう。問題です。コントローラーのボタンでポケモン、赤緑に登場するポケモン全部で。あ、こんなん分からない、分からない、分からない。回答者は、あー、よかった、僕じゃなくて。これ分からんでしょ。残り時間、正解。正解すんの。さあ、151種類って勉強してきたな。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。1928年。今回の回答者はこの方。え、レーニン、スターリン。あー、時代が違った。うわ、めっちゃ減った。タイム。次の問題に正解すると、正解者を指名した人にも得点が入ります。問題、コントローラーのボタンで回答者を選んでください。チームか、クリケットがわからんもんな。プレイヤーに回答をお願いします。正解して、俺も残り5ミリと。あ、正解な、やったー。私も得点アップ。どんどんいきますよ。はい、行こう。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者は、
よし来い。ビーチバレー。正解。よーし来た。トップと100点差。それではまだいける。次の問題です。おう問題。ゲームコントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者は、あー答えさせてくれ。大公開間違いない。あ答えたかったな。続けてまいりましょう。23問あと7問。クエスチョン。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はこの方。任せろ。軍人将棋。お見事。よーし、トップに立ちました。チャンピオン大会参りましょう。おう行こう。問題で歴史。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。知らんな。知らん知らん。今回の回答者はあなたです。さあ時間がないぞ。正解。うわ答えるんだ。しまった。逆転された。次の問題点。問題点。スポーツ。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。え知らんわ知らん。今回の回答者はカープって何の意味だろう。回答をお願いします。残念。あーそっか、そうなんだ。覚えとこう。次の問題に移りましょう。問題。歴史。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。よしこれはわかるぞ。今回の回答者はプレイヤー1。回答をお願いします。インド。正解です。よーし50点差。いやきつい。次の問題です。クエスチョン。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。わからんわ。ロンドンのラン。今回の回答者はなすりつけてやったぜ。やった。正解です。え、まあまあまあ最下位の人になすりつけておけば。あチャンスタイム。チャンスタイムが嫌なんだよな。すべてチャンスタイム。最後の逆転を狙うならまさにここ。さらにここからは全員の得点が。いや緊張するな。皆様頑張ってください。クエスチョン。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はあなたに決定。さあ残念。ミノ。次の問題に移りましょう。問題。ゲーム。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。時期が装備できる。今回の回答者はあなたに決定。違いもんです。ラスト1問。ラスト1問。さあいよいよ最終問題です。あマイナス100。私もマイナス100になるのか。コントローラーのボタンで回答者を選んでください。今回の回答者はプレイヤー1。ちょっと待って。棟梁じゃないし爪。さあ時間がないぞ。爪で爪だよね。え爪。正解。あー危ねー。どうなったこれ。ここで終了です。やばいな。さあ最後ね、チャンス。皆様、お疲れ様でした。どうだった？それでは最終的な得点を見てみましょう。カズコさん、どうなったんだこれ？どっち？やったー！やったぞ！いやー、やばかったね。そして。今回の優勝者は僅差でまさかの、うん、タブヤーンチャンピオン。嬉しい。めっちゃ危なかったな最後。見事優勝したのはこの方。
優勝おめでとうございます。最後まで熱いダルヒートでした。お前、ね、私もドキドキしましたよ。そんな接戦を制したのはあなた、お見事です。ありがとう。優勝おめでとうございます。いや今回は大激戦でした。お前、ね、お気持ちを一言でコメントお願いします。最高に嬉しいね。最高に。ほうほう、そうきました。以上、今回の優勝者でした。コメントありがとうございました。以上、今回の優勝者でした。ご視聴ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。これで2つ目のチャンピオンになりました。それではまた。今回見事勝ち抜いた優勝者には商品が贈られます。今回の商品はこっちだ。なんかもらえんの？おお、かっこいい草履。これテレビに映らないんじゃないか。今回の夏につきましょう。いかがでしたか？難しい問題をかわしていかに上手に立ち回るか、まるで社会の縮図を見ているようではありませんか。ゲームの行方はみんなで決める。超民主主義的無責任クイズ、夏につけましょう。また次回をお楽しみに。